かわいそう、見れない。これ CG か。ハロー、こんにちは、ニハオ、井上正弘です。さあ今日はですね、ピンクの特撮というか、まあ、カイジ F8ABA6 ジザリス、あ、センティカ F8ABA6 ジザリスですね。僕がまだ慣れてない。これの今日は編集の進捗を見に行きますということで、田辺監督のところに行ってどんな感じに仕上がってるのかどうかっていうのをちょっとガチで見に行きたいなというふうに思います。まあ僕ですね、まあ一応撮影はもちろん監督のイメージのもとカット割りとかをね、まあやっていたので、実際のこの上がりの状態っていうのが果たしてどういう状態なのかっていうのをこうしっかりとまあ一応見て、修正だったりとかそういうプランニングだったりとかっていうのはまあまあ良ければそのままもう OK みたいな感じになるんですけれども、まあ、どんな感じなのかっていうのをね、見に行けたらなというふうに思っております。今明るい顔してるけど、これ暗い顔になったら嫌だなと思ってます、この動画の後半で。一応ね、まだね、撮影まだ残っていて、その撮影がまだちょっとできてないっていう箇所が何箇所かあるんで、フルパッケージではないんですけれども、前から後ろまではつながってる、もちろん CG 部分とかまだだと思うんですけどもね、つながってるみたいなんで、ちょっと楽しみにいきたいと思います。皆さんも楽しみにしてると思うので、ちょっと光景見れたらなというふうに思います。行ってきます。ここです。ここで多分監督ずっと編集してるんで、ちょっと行きたいなと思います。もう事前にね、連絡が取ってるんで、まあ来ること分かってるんで大丈夫だと思うんですけれども、よいしょ。ありがとうございます。お久しぶりです。元気ですか？元気っすよ。編集進んでますか？まあ中で大丈夫です。痛いとこ疲れちゃったな、最初からやべ、最初からアーム立ち込めてるんですけど。すごいジサリスか、襲っておる。そうですよ、襲っておる。ほら、これを貼ることによってこうモチベーションをね、維持するんですよ。なるほど、これ貼ってなかったらモチベーション下がる可能性があるのね。そうです、まあ、でも分かりますよ、人によってモチベーションの保ち方って違いますからね、うん、うわ、めっちゃ綺麗、超おしゃれ。いい、狭いところですけど超おしゃれやん。いろいろフィギュアありますね。井上さんあんまり怪獣とか見ないですよね。全然見ないですね。ただゴジラは知ってます、うん、ゴジラは見ました、ね、はい、これはあの、うん、井上さんとかだいぶお仕事されてる雨宮啓太さんの作品だし、はい、これもそうです、ね、え、ここがこれもそうですし、ZO もそうです。これ ZO だし。あ、監督すいません。そうです。でということでですね、今日は編集を見に行くっていうことで、それが本当にいいってなるのかやばいってなるのかマジで分からんんですけど、顔曇りましたけど大丈夫ですか？もうこれはですね、まあ、ぜひと も本当に視聴者の方 もかなり期待してると思いますので、まあ、ここからちょっと現状をちょっと見に行きたいと思い、うんうん、ちょっと現状をちょっと。現状を見てどうするんですか？何、見れないじゃないですか、お客さんは。リアクションだけで、まあ、リアクションだけとかじゃないですか。多分そんなに中身は映さないと思うんですけど、まあ、ちらっとは見えるかもしれないですけど、ね、なるほどなるほど。進行状況でいうと、うん、全12話、はい、で今すいません6話しか終わってないです。マジっすか？はい、それやばいっすね。やばいっすね。え、6話その編集がっすよね。うん、本当に CG とか入ってないような下絵の段階が6話。すいません。まあでもあれですよね、その、まあ、理由は聞いてるんですけど、スクリプターとかを今回やっぱり入れなかったっていうのもあるし、まあ、結構バラバラに撮ってたんですよね。本当はカチンコっていうのを入れるじゃないですか、皆、はいはい、さんご存知だと思うんですけど、シーンと、はい、音声を同期させる、音合わせですよね。 そう、はい、そしてまあ、動画ファイルっていくつつこう動画の名前はあるけども、それがシーン何のカット何なのかっていうのはカチンコの情報を頼りに編集するんですけど、はいはいはい、今回は、スケジュールのタイトな中、無理っくりクオリティを上げるために、カチンコ全カットしてるんですよね。そうなんですよね。まあ、でも1からじゃあ6をちょっとチェックするということで、じゃあ見ていきましょうか。じゃあ行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。どこ？手を貸しましょうか。お嬢さん、おやすみ。はい。なるほど。どうしますか？
僕はなんかどんな感じかなと思ってフラットに来たんですけど、なんかやりたいことはすごいなんか分かったなっていう感じがすごいしましたね。普通にこうなんか引き算足し算でこう見ていくと僕は普通に楽しかったですね。含みのある言い方、うん、ただでも見てて今1話の段階ではまだアクション入ってないから何とも言えないんですけど、うん、1話の段階では技術的にやばい CG は今んとこないから、まあ結構気合入ってるところとか多いと思うんですけど、おかしなカットはそんなにはなかったかなっていう。これ1話に相当時間かかりましたね、きっと編集にそうね、きっとそんな気がしました。まあ、6話までできてない、なんだとみたいな感じだったんですけどそれで言うと全部かかってる最初の3話ぐらいまでがやっぱなんか結構やばかったですね。じゃあちょっと次のは見ていきましょうか。何分ですか？これも大体もう全部15分ぐらいですね。この世界を移動してるっていう、まあ、一応あれがあるじゃないですか、うん、その表現を映像でなんか差し込んでもいいのかなって思ったんです。別そのなんか直接的じゃなくてもいいんですけど、抽象的でもいいんですけど、なんかその冒頭とかにサブリミナル的になんか別にあってもいいんですけど、うん、なんかそういったものがそのあると、ああこれ世界移動してるんだなってこう後に分かったりとかするのかなと思ったりとかして、まああってもいいかなと思いましたね。なんか3話目まで行ってみて、うん、ちょっと動画は終わりましょうかね。了解です。3話目まで行きましょう。大輔出てきた大輔かわいそう、見れない。大輔、大輔いる後ろ姿。なんか笑えちゃうな、これ。なんか大丈夫でしたね、普通に普通に見れましたね。まあ絵としては綺麗でしたね、なんか普通に撮ってる絵とか。ちなみにね、 3D モデルは、はい、今ねモデルができてて、はい、こういうこれ 3CG なんですけど、多分こういう質感。どれが一番ブラッシュアップされてる、うん、質感ですか？これが一番新しいし、これは CG ですね。これかな。とフォビアとかも結構綺麗なんじゃないかな、うん、モデル自体はこういう感じでかなり高レベルじゃないかなと思うけど、アニメーターっていう意味だとアニメーターはいないからな、このプロジェクトだと。頑張って手付けでつけていくしかないっていう。これ CG すごいな、すごい現実感ありますねこれ、うん、だからこの企画規模で言うとこんな CG 出んのっていうぐらいにはなってるんじゃないかな。これはすごいな。これ動かせるんですか？一応動かせるけど、うん、モーキャップをやるとなるとやれるかな、いや、どういう機材で行くってところからやるから時間と費用すごいかかっちゃう。これもすごいですね。そう、すごいすごい。これ後期に作ったからもうほぼ写真みたいに見える。なんか時差率だけクオリティ低くないですか？なんかこれだって一番最初のテストのやつだから、うん、本ちゃんはもっと、あ、この布感とかすごいですね、うん、CG の CG 感はこれもなさそうです。これはすごい、これワクワクしますね、この CG は。だってライダーもガロよりも綺麗じゃない？下手するとこれ。あ、なんか言ってる監督今なんか言ってるライダーよりもガロよりも綺麗とか言ってる。だって井上さんが、井上さんが言ったんですよ。石森さん聞きましたじゃあ雨宮監督聞きました。井上さんが言ったんですよ、ライダーとガロとも全く違うすごいものを作るんだっつって。まあ、僕はあの普通になんか細々と生きてるだけなんですずるいぞずるいぞはい、ってことでね、ちょっと編集見に行くっていう感じだったんですけれども、まあ、すごい極端な感じでした、本当に極端な感じだったんで、まあ、ちょっと皆さんにいい感じでお見せできたらいいなというふうに思っております。ちょっと楽しみにしていただけたらなと思います、はい、ということで皆さんお疲れ様でした。
まだね。この動画の未公開映像はメンバーシップ銀会にて公開。金会員では月1で限定生放送もやってるので、よかったらぜひ入ってみてください。また別動画もよかったら見てね。チャンネル登録を忘れなく。次の動画でまた会いましょう。